のおばちゃん何考えてんだ。連れが二人とも消されちまった。なんか様子が変だ。俺らを狙ってんのはおばちゃん一人じゃねえのか。この山一体どうなってやがる。やいクソババ、出てきやがれ。どうかね、あっちの観光客は。三人のうち二人の始末に成功しました。もう一人もじきに。ならばよし。あの老人と顔見知りならば、奴も天津岳の穴場を知らされているかもしれんからな。さて、そろそろ出会えるかの。幻の黄金天津岳に。老子、幻って本当にそんなものあるっすか。さあの、何せ幻じゃからな。キッチッチッチ。山の主を倒せっつっても、何なんだ山の主って。もしかして青少女か。キノコの青少女、なんだか想像つきません。この島、青少女の気配は感じられませんし。なあ、そうセクなトカゲよ、そのうち出会えるわい。運が良きゃな。こっちの方かの。老子が何を追ってるのか全然わかんないっすね。この追い方、動物を追ってるみてえだけど。さて、この辺でキノコを焼くかの。え、また甘酢だけ食べるっすか。さっき昼食は取ったじゃないっすか。キッチッチ、焼くのはこっちじゃ。さっきのでっけえ化け物キノコか。わしの見立てが合ってりゃ、これで山の主に会える。まあ、見とるがいいぞ。これで山の主が。おいおい、本当かよ。さあな、ってこんな簡単に出てくるもんなのか。くそ。それより一旦村に戻らねえか。そろそろ俺体力限界だぜ。うるせえ、静かに見てろ。戻ってきたと思ったら悪態ばっかりつきやがって。島の連中から狙われてるってのに、のんびりしたもんだな、じいちゃん。そりゃの、山の主もせせこましいのに会いたくはないじゃろう。ん？ここにも甘酢岳が生えとるな。ほれ、そこの落ち葉の下じゃ。あ、ほんとじゃねえか。じいちゃん目ざといよな。とってもいい香りがしますね。幻の黄金天津岳ってどんな味がするんでしょう。さあの、至高にして究極といったところかな。なんだ。姫エース、あっちからっすよ。
今助けてやる。行くぜ。なんすか、なんだか様子が。行け。おい、あにゃ、あのガキンチョ、魔物をけしかけてきやがった。なるほどの、坊主が気を引いて奇襲とはの。古典的といえばそうじゃが、なかなかいい手を使いよる。キッチ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 、手笑ってる場合かよ。さっさと片付けるぞ。この程度かい。やったな。さあ、この程度か。やれやれ。やったな。さあ、この程度か。やれやれ。さて、出かけようか。だろうて、魔物の護衛もおるようだしの。たくよ、ガキンチョが一人でここにいるって時点で変だったんだよな。まあ何もなくってよかったっすね。焚き火の始末するのに水使ったのがもったいないっすけど。そういや、もう飲み水あんまりねえのか。だいぶ長いこと山にいるもんな。うん、それじゃあ川を探すかの。多分川はあっちじゃ。わしゃさっきのキノコの面倒を見るから、娘っからで汲んできてくれんか。じゃあさっさと水汲んで。おや、水を取りに来たのかい。元の村の人っすか。ん、ああ確かに村のものだが、それがどうかしたかい。水ならほら、そこの水亀の中に煮沸を済ませたものがあるから汲んでいくといいよ。それじゃあありがたくいただいとくっす。なあ、このおっちゃんは大丈夫かよ。怪しいっちゃ怪しいっすけど、見る限り敵意はなさそうっすね。もしかすると私たちのことを村の人から聞いていないのかもしれません。じゃあありがたく水をいただいとくか。悪いなおっちゃん。なーに、構わないよ。山の中で水を切らせば困るだろ。このまま数で押し切れ、川エビ。やれやれ、この島にオイラたちの味方はいねえのかよ。なんか変っす。この島揃いも揃ってどうかしてるっすよ。やったな。さあ、この程度やれ。
団長、怪我はないか？二度の奇襲に失敗するとは思った以上に手強い連中だな。これは一筋縄ではいきませんね。しかし奴らは一体何をしているのだ。天津竹を集めることだけが目的とは思えませんね。川は思った以上に遠かったかの。ま、火は起こしておいてやろうかの。やっと見つけたぞ、ジジイ。おいおい、あのジジイのカゴの中にまた増えてねえか。こうなりゃいただくっきゃねえな。この山は疲れるっすね。キッチッチ、しかしいい鍛錬になっとろうが。まあ確かにそうといえばそうっすけど。それじゃあの、また仮装どもを探しに行くとするか。またかよ。あのキノコ倒して報酬が出るわけでもねえし、そろそろ天津竹持って帰るってのは。お、ビーさん。お、なんだよルリア。うぎゃー、なんだこいつ。村長、あれはまさか主様じゃ。山の主様が出たぞ。あれがあれか、主なのか。すげえもん見ちまったな。こりゃあれだ、レアな体験。バカ野郎、あれを探しに来たんだろうが。すぐに主をぶっ殺すぞ。この背中、そうか、村の連中はあれを狙って懸賞金をかけてやがったんだな。なんだったんだあれ。すごく大きな豚さんに見えましたけど。あんなにでっかい豚は私初めて見たっす。あれじゃよ、わしが探しとったのは。どっか逃げてっちまったけど。何、すぐ戻ってくる。ここに奴が来る前に捕まえるぞ。キッチ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